ブラックフライデー前日深夜開店前から店の前にできた行列と開店と同時に駆け込む客ブラックフライデーとは11月の第4木曜日の翌日にあたる日のことである小売店などで大規模な安売りが実施されるアメリカ合衆国では感謝祭の翌日は正式の休暇日ではないが休暇になることが多くブラックフライデー当日は感謝祭プレゼントの売れ残り 一層セール日にもなっている。買い物客が殺到して小売店が繁盛することで知られ、特にアメリカの小売業界では一年で最も売り上げを見込める日とされている。また、年末商戦の幕開けを告げるイベントでもある。日本語では黒字の金曜日とも訳される。1961年頃からフィラデルフィアで始まり、1975年には、 かなり広まった比較的新しい言葉で、当日は買い物客で道路が混むことからそう呼ばれている。名付けたのはフィラデルフィアの警察で人が外に溢れて仕事が増えるために真っ暗な金曜日と呼んだことがきっかけとされる。当初、小売店などはこの言葉に不快感を示してビッグフライデーという言葉を作ったが、一般にはブラックフライデーで広まった。その後、 フィラデルフィアの新聞が小売業者が儲かり黒字になるという解釈を発表してからは良い意味で使われるようになった。ブラックマンデーなどという言葉との連想で使われている。日本でも11月は年末商戦を控えて売り上げが伸び悩むため消費喚起を狙ってブラックフライデーのセールが開催されるようになった。2016年にはの島や イオングループが初めて本格的なブラックフライデーのセールを開催した。日本の場合、感謝祭に類似する祝日である勤労感謝の日に合わせて、あるいは冬物ニーズが高まる二十四節気の一つ、小雪に合わせて実施されることが多く、アメリカのブラックフライデーより1週間程度早いことが多い。米国に比べ盛り上がりが限定的との声もあり、需要の先食いになるだけと語る。 大手スーパー関係者もいる。イギリスでは、クリスマス翌日から行われる一斉セール、ボクシングデーという年末商戦があるが、イギリス国内でも約1ヶ月早く始まる、ブラックフライデーが浸透しつつあり、2019年のボクシングデー商戦が不審に終わった理由の一つとして挙げられるようになった。ありがとうございます。